こんにちは、色彩です。今回は一つのルールで作る簡単なアレンジメントです。ゲーム感覚で楽しく作ってみましょう。今回のルールはお花を直線に並べないです。お花を刺すときにお花の頭がこのように直線で並ばないように作っていきましょう。少し高さを変えてあげると直線には並ばずに作ることができます。これがこうなってしまっても今度は斜めの直線になってしまうので高さを変えて直線にならないように頭の体操をしながら作っていきましょう。今回使うお花は3種類です。青いお花のデルフィニウム、黄色いスプレーカーネーション、そしてププレリウムです。こちらの3種類を使って作っていきます。お花の量をざっくり把握したいので長い枝分かれのところはカットしていきます。長く枝に分かれているので適当なところで切り分けていってしまいます。ざっくり枝分かれのところで切り分けました。あとは刺しながら様子を見ていこうと思います。スプレーカーネーションは脇に出ている長いものを取って、あとは作りながら切っていこうと思います。器は100円ショップで買ったこちらのプランターを使います。穴は開いていなかったのでそのままフォームを入れて使います。フォームを中に入れました。今回はフォームを隠せる花材があまりないので目立たないように低めにセッティングしています。まずはお花の量を見て大きさをどれくらいにするかを考えていきます。今回はデルフィニウムが柔らかくて軽やかな質感なので少し高めにして中間ぐらいまでにスプレーカーネーションが来るこんな感じで作っていこうと思います。このまま行くとちょっと高いのでここで切り分けて使います。お花が並ばないように高さが変わるように意識しながら作っていきます。まずは中心に1本刺します。あとは直線に並ばないように気をつけながら刺していきます。今回はあまり外側に出ないで
器の線上のラインに入るような感じで作っていこうと思います。こっちに来ると直線のイメージが出てしまうので、直線にならないようにここら辺に刺そうと思います。もう一本残っているのですが、これは様子を見ながら刺していこうと思います。次はデルフィニウムを刺していきます。こちらは一番上のお花など目立つところが並ばないように刺していきます。カーネーションとも並んでる印象が強くならないように気をつけながら刺していきましょう。一番高いお花を刺します。デルフィニウムの頭とカーネーションの頭と並ばないところはどこかなと考えながら刺していきましょう。後ろから前へ並んでしまったなという時には後ろの方に短いお花を入れてあげると緩和されます。あとはつぼみが残っているのですが、ププレを入れながらこちらも一緒に入れていこうと思います。ププレリウムはゆらゆらと直線的なイメージはないので、全体的にゆったりと刺していきます。お花がだいぶ入ってきたので、あとは左右のバランスを見ながら、少し寂しいなと感じるところにお花を足していきます。フォームが丸見えにならないように低めのものも刺していきます。アレンジメント完成しました。細かいお花が多いので難しそうに感じるかもしれませんが、使ったルールは一つ、直線に並ばないように気をつけただけです。カーネーションも直線にならないように高さと配置に気をつけて刺しました。デルフィニウムも直線にならないように高さと配置に気をつけています。後ろの方にもお花を入れて全体的にお花が入っているようにしました。今回は直線に並べないというルールでアレンジメントを作りました。気づいたら並んでしまうことも多いので、頭の体操をしながらパズルのように楽しんでみてください。それではご視聴ありがとうございました。